10月23日月曜日。今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送、飯田浩司の OK! 工事アップ 朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。日本放送飯田浩二の OK 浩二アップ、この後8時まで生放送です。えー、先週1週間はスペシャルウィークということで、<laughs> えなんかねあのー、しかも… クライマックスシリーズの中継がどうなるかっていうのがもう最後の最後までわからないと。うんはい、まあこれはね、あの進み具合によって星の取り方によって最長だと実は今日まで試合があったかもしれないとこういうことでありましたんで、で、スペシャルウィークが重なったでしょう。で、いろんなゲストの人が来たりとか、ねえー、特番が設定されたりとかっていうのがいろいろあったんで、なんか会社の中もね、こう、いろんなあ告知の、うん、看板みたいなものがあったりとか、このスタジオの中もなんかいろんなものが出てたんですけど、今日 今日朝来たらきれいさっぱりそれが片付いていてんでしょうね、このお祭りのあとっていうか <laughs> 本当だよね、なん,なんかさ、スタジオでもがらんガランドみたいになってるよね、なそうなんですよ、まあ本当ね、なんか祭りのあとっていう感じがありますけど。 そんなこんななこでですね、うん、私もおちょっと、まあ、振り回されてというとあれなんですけど阪神とオリックスのですね星の取り方によって、えー、特番が出るだ出ないだっていうのをね、うん、ずっとやきもくにして、まあ、私以上に、えー、今日お、番組のですね、えー、担当しているディレクターがはー実はあのー、清水ミチコさんとの番組をずっと昔から一緒にやったりとか駆け出しの頃から面倒を見てくれてる人で,であの清水さんとの、ね、特番があ設定されるよって時にまた 一緒に組んでやったんですけどこれはいつ出るかっていうのが全く分からずにですねもうずっとこう頭をかきむしりながらですね,ねーいやー本当にあどうなんだろうーっていうのずっとこう言ってたっていうの、ね、<laughs> う<ん>で結局、まああのー、オリックスが、えー、土曜日に日本シリーズ進出を決めたということがありましたんで、はい、じゃあ、日曜日に、えー、中継の予定だった時間帯が空くので、うん、そこで、えー、清水ミシコさんとの特番をやるよって ということがまあ,あの、決まったわけなんですけど、はい、ええこれがまた問題でねえ、土曜日というと、私、あの土日はあ子供の野球のね、えそうですよね。えー コーチをやってまして、うん、であの大体いい練習が夕方ぐらいまであるんですよ、はい、で夕方ぐらいまであってで特に昨日ととい、土曜日は、うん、あの近所のですねまあ運河のほとりの遊歩道のところを最後、ランニングするっていうのがあって<ー>でそのランニングもねあの育成者が一応こう危険がないようについていかなきゃいけないと。であの 足の遅い子からスタートして時差スタートでハンデ戦みたいな感じで最終的にみんなあのいっぺんに近い形でゴールができるようにですねこう監督が計算しながらスタートの合図を出すわけよでそうすると一番最後尾は当然ながら一番早いやつになるわけじゃん一番早いやつはさスタートから早いんだよ、うん で、その一番早いスタートから早いやつにくっついて私はスタートをしていってで、そのまま一生懸命走っていって抜かしたら抜かしたで今度最後尾になったやつにずっとくっついていくで、普段だとどっかでバテる子が出てで、そこでこう、コーチ的には頑張れーなんて言いながら一息つけるんだけどその日はさみんな目の色変えて一生懸命走っちゃって走っちゃってって言ったらもうねあのー、すごかったんだよ。最、うん、最後の最後のまで俺全力走しななきゃいけないいけぐらいにバテバテテ になってでバテバテになって帰ってきてさ、はい、そうするとで夕方オ、はい、リックスの、ねはい、え試合があるっていうところを聞きながらさビールがうまいんだよね。<laughs> ビールがうまいんだよ。でさ、2、3杯飲んじゃった後に、いよいよオリックスが決まるぞって時に、うん、あの試合早かったんだよ。そうでしたね。7回終了で8時過ぎぐらいで、8時半には試合終了になったと。で、そうすると、後ろの時間が空きますと。うん、後ろの時間が空くと、東京のスタジオから、えー、今日の試合結果だとかね、ね、うん、いろいろやんなきゃならないんだけど、ね、これがさ、はい レギュラーシーズンだったら、あの、1日6試合あるから、それを順に振り返っていけば時間が、ね、埋まりますと。ところが、クライマックス土曜日あの日は、セリーグも終わってるから、パリーグのあの試合しかない。スポーツニュース、まあ、他のものもあるけれども、野球に関してはそれしかないぞとなった時に、どうすると。時間が空くぞと。あ、そうだと。これで決まったら明日の特番が出るじゃないかということで、えー、スタジオから電話か,かってきましたね。<laughs> 僕はいい具合になってるわけですよ。ね、そこであの明日の告知があんまりできてないから、それをやるからお前つうからなとか言われて、えつうんですかみたいな。いやさ家だったわけですよね。私家でですね。ですよね。であのいい気持ちになったそうですよね。いい気持ちになったんでまた似てないモノマネで岡田監督とかやりながら出てたんだけど重大なことをねあの言ってしまって、いやあのいろんなねあの反親のモノマネがいろん出るのなんて話をいやいや反親のモノマネで いや、実はこれ、ぶっちゃけた話、結構前に取ってますんで、出ないと思いますみたいなこと言っちゃって、本当はあんまり言っちゃいけないんだよね、そんなに前に取ったみたいな話、うもうね、完全に油断してたね、ネタばらしですね、いや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 、それもこれもだよ、本当に、こんなタイミングで、もう土曜日なんか、いい具合になったらね。いや、でもまずはですよ、井田さん、おめでとうございます。 そうかそうですよ。金曜日の夜だったじゃないですか。そうだおめでとうございます。たくさんそういうツイートやメールをいただいております。ですありがとうございます。ありがとうございますで須田さんとね、その辺盛り上がろうかと思いますが、それと清水美紫子と飯田浩司のものまねクライマックスアワーもね、たくさんメールいただきましたありがとうございました。ぶっちゅうさんという方からね、よかったですと、ものまねのクオリティの低さが面白かったですというふうにですね、いただきました。ラジコでままままままだだだ聞聞聞けけけすすす ええー、一つよろしくお願いいたします。 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩二の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さん。この後、えー、6時半過ぎからご登場です、えー。今日のメニュー、6時22分頃、ガイタメドットコムプレゼンツ、マーケットインフォメーション。そして、6時半過ぎからは、ズバリここが聞きたい、えー。プロ野球、阪神とオリックスの関西ダービー日本シリーズのカードが決まりました。えー、それから、関西、大阪、万博の建設費増額など、関西の経済について、 取り上げてまいります6時50分過ぎニュース7時また際は臨時国会今日総理の所信表明演説が行われます経済政策どうなっていくのかそして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでは昨日行われた2つの国政の補選について岸田政権の影響はそれからエジプトカイロエジプトでカイロ平和サミット開催とパレスチナ情勢についてであります 7時半ごろニュースプラスワンは長期金利0.845%に上昇ということそして7時40分過ぎのここだけニューススクープアップは半導体大手キオクシアがアメリカのウエスタンデジタルとの経営統合に向けて最終調整をというニュースを取り上げます今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方にもっと近くに届け美味しさ豊かな食の未来を想像する健康マヨネーズから深まる秋の夜長にお酒とも一緒に 楽しめる商品3点をセットトにしてプレゼントしますえ、まずは、開けるだけで贅沢な味わいが楽しめるサバ缶。カンディッシュサバーシリーズから、背徳のガーリックバターと魔性のカリーケチャップの2つ。魔性のカリーケチャップの2つ。2> え、そのまま食べるのも簡単アレンジで、ちょっとおしゃれなメニューを作るのもおすすめです。え、そして、スパニッシュアヒージョソースもプレゼント。2種類のガーリックの香りとスパイシーな味わいが楽しめ、アヒージョやパスタ、マリネなど幅広く使えるソースです。 気温が下がって過ごしやすい今の季節、自宅でのゆったりとした時間に、おすすめの商品をぜひご賞味ください。いいねー。お酒に合っちゃうねー。お酒にも合う商品三点セット。うん、はい。 ここが気になるのコーナーです長官各市入ってまいりましたがざっと一面を見渡しますと今日は、えー、昨日の衆議院と参議院の二つの補欠選挙徳島高知の合区の参議院の選挙とそして長崎四区、えー、衆院の補欠選挙、えー、ここについての結果あが各市一面です、えー、朝日新聞徳島高知野党系が勝利衆参二補選長崎四区は自民二勝ならず首相にいたで読売新聞衆参補選自民一勝1 いいっぱ徳島コーチ野党系長崎競り勝つ年内解散困難の見方、えー、それから毎日新聞衆参補選自民1勝1敗岸田政権にいたで徳島コーチ野党系、えー、産経新聞衆参補選自民1勝1敗衆院長崎接戦整数、えー、と投票率最低徳島コーチ5億もと、えー、いうことで、えー、4市が一面トップであります で、まあ、あのー、この結果等々についてね、え、後ほど、今日のコメンテーター、須田慎一郎さんとまた深めていこうと思っておりますが、まあ、これ、あのー、衆参のね、補選が非常に、まあ、注目されるところですけれども、それ以外にも、えー、各地いろんな選挙が行われておりました。で、その中で、えー、例えば宮城の県議会議員選挙昨日投開票だったんですが、えー、ここでですね、自民党が6つ、 議席を減らしたと。で、一方で立憲民主党は10人全員の当選があ決まっているとこういうようなこと。そして日本維新の会も初めて議席を獲得した、二議席獲得した等うと、えー、いうことが出ていてですね。まあ、あのー、自公で過半数を維持できなかったということも見出しになってますが、無所属で、えー、保守系の人が、あ今後自民党の開い入りが見込まれるということで、過半数の勢力は維持するというところなんですが、えー、ただ、あのー、公明党は議席維持したけれども、自民党は あ6つも落としたというようなことで、これも地元衝撃が走っていると多いうようなことも言われております。で、それ以外にも、おーえっ、ー、とですね、あのー、うんは、えー、ごめんなさい。 東京のですね、まあ、あの、特の部分なんですが、あ、所沢、ごめんなさい、えー、っと、埼玉だ、所沢の市長選挙というものが行われて、これがですね、また、自公推薦の現職がかなりの票差で負けたっていうのがね、えー、これもまた、話題となっておりまして、ちょっと地方選挙、まあ、あの、4月の統一地方選挙あたりからずっとそうなんですけれども、えー、この、アゲンストのね、与党に対しての風というものが吹き続けている中で、 戦略等々とえいうことがまた取り沙汰されそうであります。さあこの時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝はジャーナリスト須田新一郎さんです。おはようございます。はいおはようございます。よろしくお願いいたします。いやー須田さん。はい、もうね、えー、先週についてのご登場でありますが、<laughs> ごめんなさい。えー、阪神がね、えーはい、クライマックスシリーズファイナルステージ三連勝で真相を決めたと。 いうことでありますよ。まあ、順当っていうね、ねえことなんですけども、でもよかったですよね。はい、ええー、それリーグ優勝したところが、はい。ね、進出したということでね。ね、オリックスと、阪神による日本シリーズが、はい。えー、いよいよ今週の土曜日、はいね、28日からスタートするぞ、ということでありますよ。ね、まあ、関西対決、これ、59年ぶりっていう、ねえー、はい。1964年以来。えー あのこの中で俺だけなんかおお俺だけ世の中にいたのは世の中いたのは全然記憶ないんですけどね何歳ですかえ3歳ですそりゃ記憶ないわ記憶ない阪神ねんか以来のそうですよね59年ぶりということでこれ楽しみですよね関西ダービーね関西ダービー経済効果の予測おなじみ関西大学の宮本勝弘先生によれば日本全体で1449億円九億円 こんなもんこんなもんかともっとあるんじゃないかなといやあ相乗効果がさらに相乗効果がですねまあとはいってもですね本当にね夜の飲食店を中心にね盛り上がってますよ当に大阪大阪ですからねこの経済効果もですね相当大きなものになってくるんじゃないかなとあとこれからですね優勝セールなんかも始まりますからいやそうですよねこれもまたええ でまあ、言ってみればですね、オリックス対、えー、タイガースというオリックスの前身はこれ、阪急、はいねえー、と近鉄ですから、そうですね、どこの百貨店が優勝るそうなんですよね。ねで、一方で今、阪急は阪神・阪急グループになってるですね。 どっちを百貨店で買ったらいいのかみたいなね。<laughs> えとりあえず私ね、金曜日、イカ焼きは食べてきましたけどね。おお、阪神百貨店の下のスナックパークのスナックパークの冷めたイカ焼きを食べた。冷めたイカ焼きを食べた。たべたこれもこれでまたおつなもんでね。おつなもんで。はい、いややっぱ大阪、関西はね、相当これ。でもやっぱりどっちかというと阪神の報道が多いんですか そうですね、でもね、やっぱりオリックス、ここ最近強いですからね、3連覇ですからね、ですからねやっぱり勝つとね、ファンも増えてくるっていうことで、結構、オリックスに関する報道も、そこそこ多いですよ。また結構、若手でね、うい選手がいたりとか、打つ選手はとかやっぱり投手陣強い、でもね、そうは言ってもですね、阪神もですね、抑え、中継ぎ、これ、本当に充実してますからね。 いや本当ですよね、そう、切り敷きが2イニング任してっていうのをね、それともう一点ね、どうなんでしょうね、やっぱり嬉しかったのはね、このクライマックスシリーズ、岡田監督がこのシリーズの MVP はって聞かれて、勢いで、今日の8番バッター、木浪選手、これを挙げたということで、やっぱりね、これまでどうなんでしょうね、あんまり日の当たるところにいなかった人たちがね、なんか勇気、元気もらったんじゃないかなと私は思いますけど あの月あ、先月か、9月か、あの阪神がええ優勝したぞということで、うん、特別番組をね、えええ、祝日にやりましたけど、須田さんと電話つないで、ええ、でその時に確か MVP 聞いて、須田さん、木浪っておっしゃってますんですえだから、守備もね、これで、ねはい、きちっと締まったし、加えてです、ね、8番を固定させたということで、はいね、上位打線が抑えられてもね、下位に 8, 8番にです、ね、いやらしい選手がいるってこと。 結果的にその組織力のアップ ななったのかとですからよくねまあ言ってみればですね全組織のうちの2割というのはほとんど働いてないとかって言うじゃないですかあなんかあの262の法則みたいなね上の2割ががんがん働いて真ん中の6割そこそこで必ず働かない人が2割いるみたいなその2割がですねフル稼働すると組織としてはもう断トツに強くなるとこの番組聞いてるねリサーの方で自分は ね最後の二割だと思ったら頑張っていただけたいなと思いますけどね。いやあそこがむしろねこう伸びしろポテンシャルの部分。そうですよね。そうですよ。これが日本経済の成長ですな。おお<ー>。えわ、え、我々ねあの阪神が勝つと、うんええ、やっぱりこれ日本経済が上がっていくと。そう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 。 確かにねなんか新業がしらっと聞いてるところがしらっと聞いてないですよしらっとは聞いてないなんでも言うし喋るやつんだな <laughs> 適当にこじつけやがってる <laughs> <laughs> そうつながっていくんだなと思ってそうつながっていくんだな <laughs> 今朝はジャーナリスト須田信一郎さんとお送りしております引き続きよろしくお願いいたしますさあ,あニュース7時またぎ7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります取り上げるニュースはこちらのニュースです 臨時国会召集今日岸田総理大臣が所信表明演説臨時国会が先週20日金曜日に召集されました会期は12月13日までの55日間です、えー、政府与党は新たな経済政策の裏付けとなる今年度の補正予算案を成立させたい考えで岸田総理は今日23日に所信表明演説を行います、えー、9月の内閣改造の後初めてとなる国会 という、ことになります今日、ね、所信表明が行われるということですけれども、まあ、いろいろすでにこんなことが話されるんじゃないかみたいなことはね、えー、報道されております、まあ、経済がというようなことが言われてますが、はいえーえー。本来だったらね、召集、はいえー、日初日の20日にです、ね、所信表明といやるべきなんですが、昨日の、ねえー、衆参両院のです衆参の補欠、ねはい、選挙があったために、えー、野党が抵抗して、はいえー、なんかこう、花火をぶち上げられると、変な影響を及ぼすんじゃないかなんていうことを して今日に込んだわけなんですけれどもなぜそういう状況になってきたのかというと、この中身の問題なんですよ、やっぱり注目すべきは、どういった形で国民に対する還元、税収増、税収の上振れに対する還元が盛り込まれるのかなと、それについてはね、先週の段階で、いくつかのメディアが先行する形でね、減税というね、ことを用いて、報道しましたけれども、主人証明の原案というのを見てみますと、 はい、まだあの減税というね、具体的な書きっぷりになってはなってないんですよあ、まあ、その辺はまだ調整中みたいな感じなんですか、えー、ただし、うん、近く政府・与党政策懇談会を開催し、与党の税制調査会における早急な検討を指示しますという形になってるものですから、あ<ー>まあ税制調査会に言う以上ね、これは減税なんだろうというね<ー>、えー、ところになってくるんでしょうけれども。確かにあの先週ですかあの公明党党のの山口代表と与首脳会談が 行われたときに、その後のまの、あ、山口さんのぶら下がりで、えー、税に関しては税調でやるんだという話をしていた。うん これ、減税とかも税調でやるってなると俺、ね、俺年末になっちゃうね、みたいな、ね。そうですね。うん、あのー、だってね、よくよく考えてみると、減税をやろうとしたら、はい。で、えー、その減税に関する法律を成立させなきゃならないんですよ。ああ、そっか。ええー。法律で税に関しては決まってるから、それを変えなきゃいけない。えー、変えなきゃいけない。はい。で、そうすると、じゃあいきなりですね、この臨時国会で、はいうん、ええー、まあその法律が提出できるんですか っていうことになると、うこうスケジュール上から、あるいは作業上から考えると、とてもじゃないけど無理ですよね、と。はい。で、まあ。 本来であるならば、でもその税調でね、議論をして、そして年末の税制大綱にそれを反映させて、うん、まあ来年度予算の中でね、はい、その減税を実施するというのが一番スムーズでスピーディーな、私はやり方なのかなと。うん、ですから、なんかこの臨時国会の中でね、はいえー、減税をめぐっていろいろと議論が戦わされて<ー>、ねえー、場合によっては決まって、で直近近々にですね、はいえー、減税という名のね、恩恵が来るのかなと思ってる人も、 マー,カーにはいらっしゃるんじゃないかなと。そんなことはありませんよ、と。ああ<ー>。つまり、どんなに早くても年明けの通常国会、うんえー、ここに、えー、まあ、言ってみればですね、議論の本番は、えー、先送りされるんだろうなと思いますけどね。まあね、あのー、国会で話題には出るかもしれないけれども、えー、実効性のあるものっていうのはもっと先になってくると。ええー。だってまだ税制調査会で議論中ですと。 まあ、いうような言い方になりますからね。なるほど。えー、まああの政府側というか答弁する側はそう言っとけばとりあえずここ、えー、この国会は乗り切れると。そうですね。あ、はあ。 だから、あの、そのあたりが出てきたときに、さあ、どうなんでしょう。この臨時国会のね、もう一つの焦点。え確率としてはゼロではないにしても、あるのかないのかと言われている、え解散ですよ。うん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 解散総選挙。ね、これがあるのかどうなのかというところなんだけれども、はい。今のこの状況の中でね、え解散って本当に大丈夫なのと。 で,で、減税を焦点に、はいえー、例えば、えー、解散するなんていうことになってもね、だって具体的になってないんだから、えー、テーマ設定ができないわけですよ。 とすると、どうなんだろうね、この臨時国会での解散っていうのは、ええー、ね、本当に限りなくゼロに近い形になっていくのかなという感じもしますよね。まあ、実は経済対策のパッケージっていうのも5本の柱の部分は、あ総理が会見の中で発表はしてましたけれども、えー、具体的なね、えー、中身、 見菓しでって、<laughs> まだ発表もされてないんですよね。ええ、まあ、これについてはね、ええ、え今月中に、経済対策、景気対策をまとめて、はい、で、それを受けて、その財源の裏付けとなるですね、えー、補正予算っていうのを編成していく。はい、その全容が出てくるっていうのは、おそらく月明けって言ったらいいんですかね。11月の、月ね、ええー、まあ、初陣から中陣かけてということになるんでしょうね。うで、だから、これで、ね、あの、注目しとかなきゃならないのは、ちょっとさっきの話に戻りますけれども、ただ議論はすべき、減税についてはきちんと議論すべきなんで、 えー、でね、えーえー、あの、よく新聞なんかミスリードしているんですけれども、はい、定率なのか定額なのか意味ないの。うん。<で>意味ない。本当に意味があるのは税額、税の規模なんです。減税額の規模なんですよ。あ<ー>一体いくらやるんですか、はい、何兆円やるんですか それがですね、なかなか具体化してきてない、議論が出てきてないじゃないですか、なんかね、めくらまししようとしてるっていうかな、そっちのほうに注目、焦点が当たらないように、定率定額みたいなことを財務省が言って回ってるような気がしてならないんですよなるほどね、確かにその全体の規模、本当だったら何兆円になるんですかとか、そういう話が出てこなきゃいけないのに、そういうのないですね、今ですね。 で、それについてこう、マクロ的なね、経済景気としていくら必要なのかという議論からスタートしていくってことですよね。ああ、需要がいくら足らないのかとか、そういうところを考えなきゃいけないと。うん、今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。引き続き、よろしくお願いします。はい、お願いします。ますえー、岸田政権の、お経済政策について、お話をいただいておりますが、まあ、あのー、ここのところね、えー、その、税収の上振れ分の 還元という話、ええ、で、えー、減税というのが出てきましたけど、ええ、ただ、あの、どの税金でやるかとか、率だ、額だみたいな話が出るけれども、うんうん、その全体像が見えないよっていうところまでお話をいただきました。ええ、本来だったらどうやって、こう、計算するプロセスたどればいいですか、ええ、あのこれ、所信表明でもね、はいえー、きちんと書き込まれているんですけれども、やっぱり日本経済の一番大きな問題というと、はい、需要と供給のギャップ、供給能力うん、うん に関して対して、はいえー、需要が少ないから、要するにデフレマインドになっている、デフレ基調になっていくということですよね、はい、でこれが最大,の最大でピークで50兆円ってちゃんと書き込まれてるんですよ。<ー>そこでいった問題意識を持って でただ、ここ近年、さまざまな政策を講じてきたために、その一つの大きなポイントがアベノミックスなんですけどね、はいえー、これが縮まってきて、もう一歩のところに来ている、うん、この、ねえー、岸田首相のです、ね、認識はこれは間違いない、はい、じゃあ、これ、どうやって、えーね、景気をいい方向に持っていくのかというと、実質的にです、ね、まだ時給ギャップは14、15兆円あると言われてるんですよ、あ<ー>でこれをどう埋めるかなんですよこれがね、内閣府の発表とかだと、もうほぼなくなったみたいなふうになってますけど、<え>ほぼなくなったんだったら、なんかもうちょっと、 明るいんじゃないのと思ったりもしますもんね。うん、だって失われたで、ねえー、時代がですね、三十数年続いて、しかもコロナショックが三年あって、はいうん、供給サイドがですね、フル創業してないんですよ。えー、きちんと雇用して、えー、生産ラインもフル創業してないわけですから、それをフル創業した場合には、はい、やっぱり十四五兆円という資産が出てくるわけなんですね。うんうん、これをどう埋めるかっていうね、えー、のが一番重要なポイント。はい、埋め方としては二つあってですね。一、うん、つはさっきね、えー、前半前でお話したように、はい、減税をして でその分、お金使ってくださいねということで渡すことによって、はいえー、経済効果をもたらす、うん、もう一つは財政指導です、まあ、両方とも一緒なんですけどね、うんうん、でつまり、えー、国がこれだけの金を使いますよつまり民間がお金使わないんだったら、公的なセクターがお金を使いますよという埋め方がある、はい、それゆえにですね、せ、え、だ、ー、って、世耕参院幹事長が最低でも15兆円、うんはい、できるならば20兆円というです、ね、数字を上げたというのは、 きちんと根拠があって、ですね、うん、それをやれば、えー、今です、ね、まさに日本の経済は、えー、成長していくという状況になってるんですね。うん、で,ですから、えー、このです、ねあのー、今臨時国会のです、ね、もう一つのポイントは、はい、補正予算組むんでしょ、えー、でマ真ズベースでどのぐらいになってくるのか、うん、国はい体いくらかに使うの、うんはい、というところなんですよ。えー、これにつついては先,手先手を打つ形でね どうなんでしょうね。あの、えー、責任ある積極財政を推進する議員連盟、うん、つまり積極財政議連がですね、えー、所属議員が100人いるんですが、はい、これが提言をしててですね、うんえー、これは真水で20兆円求めるというのがきちんと明記されてるんですよ。うん、これをやるのかやらないのか、はい、これをですね、非常にこう圧縮したというのかな、うん、あの、低い数字になってしまうとですね、はい、まあ、元来た道に戻るのかなという感じもしますよね。あで、まあ、規模の問題で言うと、去年 日本の補正予算もまあかなりの規模を出したじゃないかということが言われるんですが、ええ、一方で、それが基金として積まれちゃってて、ほとんどもう表に出てこなかったみたいな話がありますよね。ええ だからそれについてもね、えー、まあやられちゃったなと、財務省にやられちゃったなと、まあ、使いにくくしたんです、あれは。うんね、その基金っていうのは使くく、えー、使おうとすると、ですね、それなりの手続きであるとか、えー、審査みたいなのが必要になってきますからね、はい、ですから、積、えー、みました、ね、基金につお金を積みましたよと、いくらでも使ってくださいと言っても、使いにくくすることによって、<laughs> 結果的にですね、出ていかないということになるんですね。うん。で、それで余った基金が、今回のこの補正予算にまた流用されたりするすそ,うそ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 う。 じゅんぐりじゅんぐりに先送り先送りみたいにされてきて、結果的にお金使われなくて、いつまでだとも景気は回復しないと。だからね、はっきり言ってお金使うんだったら、どんと使うと、穴掘って埋めたぐらいでいいんですから、本当だったら、そのからばらまけって私言いたいんだけど、もそれプマネーて、それいかにも乱暴なんで、穴掘って埋めとけばいいっていうね、最近申し上げてるんですけどね穴掘って埋めるでも、いろんな人の雇用が生まれたりとか、そこで稼いだ人たちがまた周りで飲食で使うとかなんとかとか、波及するんだよって これあのー、確か、ねえー、経済学者のケインズが、はい、あ穴ナ掘って埋めるだけでもちゃんと需要が出るんだというす話をしてましたよね、えー。というようなことをやるってですから、ね、注目ポイントはまず、ね、最優先で言えば要するに補正予算の規模がマミズベースでどのぐらいになるのか、そして飯田さんご指摘あったように、うんうん、それが。<laughs> きちんと使いやすいものなのか、使いにくいものなのか、やっぱりここを見極める。そして2点目はですね、はい、やっぱりこの臨時国会でもいろいろと野党も質問出してくるでしょうから、えー、その減税の規模、はい、ですね。どのぐらいの、ね、減税をやるんですかもう定率定額とかね、はい、1>, 1年間限定とかいいんですよ、もう。ね、いくら使うんだうんと。 いうところをですね、うん、きちんとそのあたりを詰めてほしいなと思いますけどね。うん、なんかね、ここのところ言われてる、その所得税減税とかっていうのも、期間限定でで、うん、考えると、で、あのー、所得税ね、ってなると、まあ、稼いでる人はそれなりに恩恵はあるかもしれないけれども、じゃあ、あのー、稼ぎ、あまり稼げてない人って、 っていうのは、その税金の減免されても、そこまで恩恵は大きくないぞみたいな,ことな、うん。まあ、そこは給付金で出てくるんでしょうね。あ,<ー>あのう、所表明でもですね、やっぱり低所得者層に対する配慮っていうのは。はいえーえー あの、盛り込まれてますからね。まあ一方でね、物価高、特にこのガソリンなんかの影響っていうのは、ね、うん、所得低い人ほど大きく受けますもんね。ええ、不思議なのは、宮,宮沢洋一ね、えー、あ,あの、税制、税調会長が、1年間限定と言ってますよね。はいはい、それって、手に向かって唾吐いてんじゃないのと。 で、どうしてかっていうと、はい、一番求められるのは消費税減税なんですよ。何と言っても。ね、これ期間限定でやられって言たら、いや、一旦下げてしまうと、上げりにくくなるからって財務省とか税庁が言ってんの。ね、なんだ、期間限定できるじゃんと。所得税が期間限定できるんだったら。所得消費税だとそうしろよと。ね<え>、ええ、理屈は一緒でしょ理屈は一緒ですよ。確かにね。法律で手当てすればいいんだから。うん。こういった議論を国会でやってほしいよ。 そうですね。確かに、あの、た、ね、あの、オンの場で税調会長言ってるんだから、税調会長そう言ってますよね、ということで突っ込んでいくと、あれってなりますよね。いや、確かに期間限定でって話って、結構出るけれどもそう、一旦下げると上げられなくなるからっていう理屈が、誠しやかに言われてますよね。だって税調会長だったら一年限定でできるって言ってんだからさ、と。そうですね。やれるじゃないか。やれるじゃないか。 おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースこちらです。衆参補欠選挙、与野党対決は一勝一敗。 与野党が対決する構図となった衆参二つの補欠選挙は昨日投開票が行われ、衆議院長崎4区では自民党の新人で公明党が推薦する金子洋三さんが当選。一方、参議院の徳島高知選挙区は、無所属で野党4党が支援した広田はじめさんが当選しました。<coughs> えー、この二つの補欠選挙、内閣改造の後初めて行われた選挙ということで、えー、注目が集まっておりましたが、一勝一敗でした。 はい。あの、参院徳島高知選挙区に関しましてはですね、この補欠選挙に関しては、もともとはね、ええー、まあ自民党の国会議員が、現職の国会議員がですね、はい、問題を起こしたために、議席辞任をしたと、えー、辞職をしたということを受けての選挙なんで、まあ当初から野党有利と言われてきたわけなんですね。うん、まあ結果的にその通りの結果になったわけなんですけれども、ただ、問題は、この長崎四区の補欠選挙だったんですが、うん、もう出 ヒー,ヒートすこれで、実はじゃあ落としたら、自民党が落としたらどうなるのかというと、2敗になったらどうなるのかというと、場合によってはですね、一気に党内政局につながりかねない、えー、岸田さんでは選挙勝たないんじゃないかということで、まああのー、岸田おろしの、ね、動きも起こりかねない、うん、そういう情勢だったんですね、うんあのー。そういった点で言うと、一勝一敗。 ぱ敗ということになって、えー、とりあえず、えー、徳田川に足が残ったのかなという感じがしますよね。はい、うん。はい、まあ、これね、えー、特に長崎4区に関してっていうのは、あの、事前の調査では結構、まあ、あの、自民党は組織も強いし、有利なんじゃないかということも言われてましたけれども、はい、大接戦になりましたよね。そうですね。あの、事前、ね、あの、事前投票のですね、出口調査を見てもですね、はい、まあ、ほとんど均衡した状況にありますから、うん

東海表日当日までですね、もう本当に抜きす抜かれずの、はいえー、状況になってたのかなと思いますし、で、加えてですね、もう一点あるんですけれども、これあんまりね、えー、報道されてないんですが、はいえー、この長崎4区に関しては、えー、岸田派、つまり高知会丸が替えの選挙戦を展開したわけなんですね。うんはい、もう、えー、高知会のですね、万頭閣のはやな、である林芳正さんは現地張り付きという状況になって人頭指揮を振るうと。で<ー>、えー、昨晩はですね、うん、高知会事務所に、高知会所属の 国会に集まれるやつはみんな集まって選挙結果を見守るんじゃないかというぐらいの緊迫ムードが漂っていたという状況なんですね。うん、ほっと一息というところじゃないかなと思いますけどね。なるほど<で>、まあ、この金子さんもね、あのお父様もそのおじい様も確か知会の方というね、うねええ、だからもううちでやんなきゃ誰がやるんだっていう感じになってたわけですもんね。はい、でもこれ、あの中の,、ね、あの出口調査でいろんなこうアンケート等々も取れますが、 Uh... まあ陣営の話なんかも今日の新聞に載ってますけど、えー、岸田さんの,そのあまり人気の高くないところというのが、うん、え選挙にも影響したんじゃないかというような指摘が、いろいろ出てますね。ねえまあ、ですからね、そういった意味で言うと、うん、あのこの投開票日直前になってです、ね、岸田さんが減税を唐突にぶち上げたっていうのも、はい、やっぱりこの選挙戦の苦しさの表れなのかなという感じがしますよね。うんうん、さててこここででなんですがこの一を受け というかこの臨時国会に解散が打てるのか、あるいは年明けに解散が打てるのかっていうところが一つ焦点になってくるのかなと思いますけどねうんこのあたりね、あの臨時国会での解散というのは、やっぱりこれは難しくなってきましたが、そう,うんあのですからできないわけじゃないんだけれども、うん、こういう状況下で、国民世論の受け止め方がこういう状況になっている中でね、解散打って、 果たして本当に勝てるのかどうかっていうところが、ちょっと不透明になってきた、うん、ですから、やっぱりそういった点でいうと、きちんと臨時国会でですね景気対策、経済対策で手を打って、はい、でそしてですね年末までに減税をきちんと決めて、うん、でそういった、えー、果実というか、成果を、えー、出していかないと、ですね国民世論の支持もね、 回復していかないだろうという、ね、見立てもありますから、うん、まあ言ってみれば、この一勝一敗をどう受け止めて、はい、今後どう展開していくのかっていうのが一つのポイントでしょうねうん、まあ、スケジュール的に言うと、もう来月には半ばに APEC の首脳会議があると、はい、いうことで、ね、えー、で補正予算も審議するということになると、もう日程的には結構窮屈になってきますよねそうですね、だから日程的にはもう事実上できないという状況ですけども、それでもえー、ね、0%ではない。ただ、うん 問題なのは、年明けですよ、通常国会始まりますけれども、はいえ、冒頭解散ということだってないわけじゃないですからね、<ー>つまり、えー、これ、冒頭解散やらずにですね、はい、予算案の審議を始めてしまうと、うん、要するに総裁選の前に選挙を打てるとするならば、予算案が成立した以降になっちゃう。うん4 5 6 でやらないといけない、はいいとけそうすると、ある意味での一種のですね、追い込まれ解散的な状況にもなりかねない。うんだったらね、いっそのこと、はい、いっそのこと、総裁選前の選挙を全部すっ飛ばして、来年、再来年7月には参議院選挙があるんだから、<う>そぐダブル選挙やればいいじゃないかっていうことで、ほ<う>要するにしばらく選挙ができないという状況も見え隠れしているんですね。なるほど。えー、でも、その前に来年の9月には、ね、自民党の総裁の任期が、ね。 そこをどう選挙なしで、ええ、岸田さん乗り切るかどうなのか。ええ だからあれ、それはですね、党内のその駆け引きといったよのかな、うんはい、調整っていうところになりますからね、ここはね。<ー>まあ,あの、えー、有権者とか国民全体は関係ないところですから、はい、その辺でですね、えー、有力な候補者、ライバルが出てこなければですね、まあ言ってみれば、岸田さん続投という流れになりますからね。うんですから、その党内調整で、水面下の調整で決着をつけるのか、うん、それともですね、うんえー、正面切って戦いを挑んで、うん、それで、多くのです、ねえー、支持を得るのか。 っていうところに入ってくるのかなと思いますけどね。うーん これね、あの、その、選挙なしで、総裁選乗り切るために、内閣改造もいろんなところに、こう、恩を売ってという形の人選にしたんだ、みたいな解説も聞かれますもんね。ええ、ただ、その一方でね、はい、もうこれはほぼほぼ、その意欲を見せているんで、間違いないんでしょうけども、えー、例えば、経済安全保障担当大臣、の高市早苗さん。はい、で、この方は、もう来年の総裁選に出るということを、半ば表明してますんでね。うん。無投票にはならない。ええ うん、あのだからそういった点でいうと、閣内にいるからといって、はい、出ませんよということにはならないということですよ。さて、そしてもう一つ用意しているニュース、こちらのニュースです。<noise> エジプトでカイロ平和サミットを開催、ガザ地区の人道支援などを協議。 イスラム組織ハマスが実行支配するガザ地区の情勢などを協議する国際会議、カイロ平和サミットが21日に開催されました。会議では各国からガザ地区で軍事作戦を続けるイスラエルに対して非難の声が相次ぎ、えー、ガザ地区の緊張緩和や人道支援の方策などについて意見が交わされました、えー。ハマスとイスラエルを仲介した実績のあるエジプトの呼びかけで開催されたということではありますが、と、 えー、日本から上川外務大臣が出席しているということであります、ねあのー、ですからね、このうん、今、ハマスとイスラエルの衝突、軍事的な衝突なんですけれども、うん、これはですね、一時的なちょっと停戦に持ち込むのか、はい、それとも、まあ、それを踏まえた上で恒久的な、ねえー、解決に持っていくのかってなるとです、ね、うん、最終的なゴールはどう考えたって、二国家解決。 つまり、えー、パレスチナという国を認め、はい、イスラエルという国を、えー、相互に承認しという、ねえー、形しかないんでしょうけれども、でそれをやらない限りですり、ね、その二国家解決というところに持っていかない限りですね、り、はい、一旦ですね停戦に持ち込んでも、いつまた、えー、こういった衝突が起こるかわからないという、非常に不安定な状況が続いていく、でところがです、ねえー、ここねあの、ネタニヤフ政権を含めてです、ね、イスラエルサイドにどうなんですかと、パレスチナという国を、えー、認めるね、えー、そういう意欲あるのか。 かっていう、その辺がが、ね、あまり見受けられない、はい、そしてハマスもです、ね、これ2017年に基本指針、基本方針っていうのを出してるんですが、はい、それを読み込んでいくとです、ね、要するにイスラエルという国存在そのものを認めてないんですよ、うでそういった状況の中で、はいえ、一時停戦ということが果たしてありえるのか、一時停戦したところで、果たしてそれがです、ねえーまあ、長期的な和平に結びついていくのかっていうと、ちょっとその辺が、えー、非常に、ね、疑問を感じざるを得ませんよね。ですからその辺りを どう調整していくのか、ねはい、という、まあ、エジプトが呼びかけてるんですけれども、えー、これまでだったら小競り合いでね、ハマスと、えー、イスラエルの小競り合いだったら、エジプトが間に入って、えー、収まるんだけど、ここまで衝突が激しくなってしまうと、ですね、うん、いくらそのエジプトが間に入ってみたところでということになるのかなと思いますけどねうん、まあ、この二国家をね、えー、共存というプラン、もともとオスロ合意というものがあった。はい、であそこからこう和平に 進むのかっていうふうになったんですけれども、やっぱりお互いの国の選挙だとか、いろんなこともあったりなんかして、ええ、むしろ強硬な方にどんどん後退してる感じですよね、ははい、ただね、これも、ね、問題があってね、えええー、例えば、えー、第二次世界大戦後、とりあえずパレスチナという、ねはい、土地がありましたよね、うん、でそこで、えーまあ、いろいろと紆余、ね、曲折あって、 要するに、うんえー、ヨルダン川西岸地区とガザ地区というところになったんだけれども、結果的にその第二次世界大戦後のパレスチナと地域の中で、じゃあ、あのパレスチナサイドが。 これ、ハマスも含めてね、うんえー、実効支配しているところは何パーセントなのかというと、うん、たった8%パーセントまで減っちゃったんですよ。<ー>で、それ何かというと、要するに、えー、イスラエルサイドの入植が進んでしまったと、はい、このあたり考えると、現状でそれを解決するってのは、なかなか難しいところありますよね、うん、続いてこちらのニュースです。 長期金利が0.845%に上昇。10年3ヶ月ぶりの高水準。先週20日の東京債券市場で日本国債を売る動きが強まり、長期金利の代表的な指標となっております新発10年もの国債の利回りが一時0.845%に上昇。およそ10年3ヶ月ぶりの高水準となりました。 えー、国債は売られると価格が下がって、金利が上昇するという関係になっております。うん、で、ちょっと前までは日銀0.5% までのね、えー、変動幅ということを設定してましたが、はい、これをまあ、上だけ1位までは OK みたいなふうに言ったら、だんだん上がってきてますね、やっぱり。えー、あのー、まあ、これはね、えー、マーケットメカニズム、需要と供給で決まるものですから、はい、まあ1、1%近くまでは上がっていくのかなと思いますし、で、もともとはですね、えー、日銀というのは短期金利、 短期金利というのは1年未満。はいえー、長期金利というのは、まあ、基本的な長期金利は10年ものなんですけれども、はい、まあ、あの、長期金利に関してはですね、日銀の所管外なんですよ。ですから、上田さんという方は、上田日銀総裁はですね、やっぱりアカデミシャンあ学者ですからね、えー、その辺の原理原則を考えてみると、これまでね、イールドカーブコントロールという形で、長期も短期も日銀が、えー、コントロールしてきたっていうのは、ちょっとね、えー、違和感を持たれているということで、やはりあの、長期金利については、マーケットメカニズムに委ねようと。でそう そうすると、イールドが立つといって、超短期金利がですね、ちょっと非常にですね、不格好な形に、えー、なってくるわけですから、うん、そうすると短期金利も上昇基調になってくるんではないかという連想ゲームが働いてくるんですね。うん、で、加えてですね、この日米、先ほどね、飯田さん言われたように、はいえー、アメリカの長期金利、10年もの国債がですね、もう5%近くまで上がってきたという状況になる。はい、じゃあ、アメリカの、ね、長期金利 で、どのぐらいが平均的なのかっていうと、大体過去の推移を見てみると4、4%台前半というのが、うん、まあ一般的な標準的な、えー、長期金利なんですよ。はい、そうすると、えー、今はですね、ちょっと上がりすぎている。なぜ上がっているのかというと、やっぱり、えー、インフレ、物価上昇が激しいからということになる。うん、ででそうすると、この物価上昇が収まらない限りこの長期金利は長期化するよね、と。 いうふうに常識がね。うん、タードマリが調査する。えー、で、うん、そう考えていくと、はい、日米金利差の拡大で、要するに、えー、為替がですね、円安に触れていくよね、とね。で、これはですね、ここはね、ちょっとね、為替ってね、今、時給じゃなくて、はい、あの、特に日本を中心とした個人的なエフックスなんかがすごく影響を持つわけなんですよで。で、時給で決まってるわけじゃありませんから、はい、そういう連想ゲームがストレートに為替マーケットに影響を及ぼしちゃうんですね。うーん ですから、うんあのー、そういった意味でいうところ、日米金利差が拡大していくと、はい、時給ではないところで、えー、やはり円安に触れていく、これを解消するためには、また、えー、金利を上昇させないといけないんじゃないか。 というね、日銀にそういうプレッシャーがかかってきて、うん、遠からずね、来年早々には、まあ、言ってみれば出口戦略に向かうんではないかとも言われているわけなんですねうんその、まあ、日本とアメリカの金利の差の連想ゲームですが、まあ、アメリカの方が金利が高かったら、じゃあ、アメリカの国債で運用した方が儲かるよねと、そう,ですねそうすると、アメリカドルを買おうと、円を売ろうという動きになると、ええ、これは円安ドル高の方向に触れるよねと、ええ、そういう連想から。 円安ドルにに実際になっていくと、ええ、でただねこ、向こうは、まあ、インフレがそれだけ進んでるから引き締めをするっていうのは、ロジックとして立ちますけど、はいはい、じゃあ、我々の方はどうかというと、そこまで、その、まあ、景気が過熱してのインフレになってるのかというと、うん、どうなんでしょうか。これは悪いインフレといってですね、はい、景気の過熱による物価上昇じゃなくて、輸入価格が上がってる、あるいは原材料価格が上がっている、うん、輸入価格というのは エネルギーとかね、っていうのですけれども、はい、それによるです、ねえー、物価上昇ですから、決して景気がいいわけじゃないんです、だから悪いインフレというふうに。う 欧米の場合はですね、はいえ、良いインフレなんですよ。景気が加熱して、景気、うん、が良くなってるから物価が上がってる。はい、で、質が違う、ね、えー、というふうに考えてもらって、今、日本はですね、金利を上げられるような状況じゃないんですよね。うん、で,ですから、そういった点でいう、その辺についてはね、上田日銀総裁もよく理解されてますから、短金利についてはですね、まだしばらく、この低金利政策、うん、あるいは、えーねあのー、ゼロ金利政策というのを続けていく、今、そういう方法 方向性ですよ、ね、まあ言ってみればですね、このリフレ政策、つまり低金利政策っていうの、金融緩和政策っていうのはチャンス待ち政策なんですよ。はい つまりチャンス増したて何かというと、これだけで景気を良くすることはできないものですから、はい、もう一つ、財政出動、国による財政出動、えー、これを、ね、が行われればです、ね、これが車の料理になって景気が良くなっていく、そのチャンスを待つために、まあやってるんだけども、一体いつまでまたいいのかというね、いい加減待ちきれなくなるぞっていうことにもなりかねないと。ねはい だもうそんなに時間は残されてないわけですね。ですから、この臨時国会の、はい、え補正予算の中身であるとかね、景気対策の中身っていうのは、<ー>だ補正予算でどれだけ真水ベースでお金が出てくるのかっていうところがポイントになってくる。はい、これが出し読みし、しまうとですね、チャンス待ってるんだけどチャンスは全くやってこないと。うんもう待ちきれなくなって痺れ気が利してえ、金利が上昇していくっていう局面、最悪の状況になりかねません,ん。そうですね。 えー、ニュースプラスワン今日は長期金利が0.845%に上昇というニュース。まあ、そこから経済についてでありました。え続いてこの時間はここだけニュース。スクープ,ークープー半導体大手記憶士やアメリカウエスタンデジタルとの経営統合に向け最終調整。 半導体大手のキオクシアホールディングスとアメリカの半導体メーカーウエスタンデジタルとの経営統合の交渉で三井住友銀行など三つのメガバンクと日本政策投資銀行が合計1兆9000億円の融資を確約したことが分かりました交渉は大詰めを迎えておりまして今月中の基本合意を目指しているということですえキオクシアはね、東芝メモリなんていう会社 のの後という、ねえー、会社ででありますすか半導体の大手企業ですが、えー、あのただ単純にです、ね、民間企業の経営判断というよりも、はい、その背景にやっぱり国策というのが、ね、う大きく影響してるんだろうなと思いますけどね、で加えてです、ね、やはりこの半導体分野をもに関して言うとです、ね、はい、言うまでもなく、経済安全保障、はい、そして、えー、米中の対立というね、うえーまあ、言ってみればです、ね、そういったことがあって。 まあそれを受けての国策での、えー、まあ背中を後押しした、まあそれは色濃く見えているのがですね、やはりこれ経営統合に関して言うと、はい、やっぱり記憶者のですね、うん、えこれまで抱えていた、えー、債務と、えー、これをどうするのか。うん という問題が、ねえー、2兆円近くあったわけですから、はいえー、これをどうするのかというところがポイントだったんですけれども、やはりここは、えー、政府系金融機関を中心に、うんえー、継続して、ね、資金を出していきますよというところが出てきてしまったので、一気に進んでいったんだろうなと<ー>で、半導体事業というと、やはりこれど、どこの分野でもそうなんですが、はい、巨大な装置産業という側面が強いんですよ。うんあのー、ですから、規模の利益ということで、えー、まあ、いってみれば、えー、新製品を、ね、開発する、その生産ラインを 作る巨大な先行投資が必要、でそれを回収しつつ、え次の投資に、えー、振り向けていかないと、どん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 遅れていってしまうものですから、やはり、えー、その資金力が勝負になってくるわけなんですね、ですから、えー、規模が大きければ大きいほど、その投資に向けるお金が、えー、出てくるわけですから、まあ、競争力を持つということだと思いますねうん、まあ、ここのところで、まあ、アメリカの会社と統合と、統合、えー、が実現すればサムスンに肩を並べる規模になる。 ということも言われておりますが、ね、これ、その、まあ、特許だとかそういうこう。 部分っていうのは、まあ、どうなんですか、アメリカに抜かれちゃったりとかしないもんなんですか、うん、あのですから、そこがポイントなんですけれども、このフラッシュメモリーの、ね、分野っていうのは、開発もやってますんでね、あ<ー>そこの部分なんでしょうけども、はい、そこというよりもやっぱり、あのー、生産の方ですよ、ポイントは。うん、で、その生産体制を組めるのがどうなのかっていうところですから、はい、で加えてサムスンと肩を並べるといっても、あのこれ、サムスンと対立関係になるわけじゃありませんからね。うん、日米間で、はい 要するにその半導体については安定的にです、ねえー、供給していきましょう生産していきましょうというそういうような流れなんですねで、ポイントになるのは、これからキーワード出てくるのは認証という言葉なんですよ、はい、でそれは何かというと、われわれが作っている半導体に関しては安全ですよと、もう少し踏み込んで言うとね、うん、例えばその、な、え、ん、ー、て言ったらいいのかな、中国のもの、ねえー、物を使ってませんよ、うん、中国企業も関係してませんよ、したがって、要するに情報量営だ。 とかハッキングのリスクがないんですということを自らの半導体が安全であるということを証明する、そういう認証というふうに言うんですが、はい、それはどうしても必要になってくるんですよ、ね、でそれを得るということが今後です、ね、例えばアメリカの、はいえー、政府調達の分野では絶対的に必要になってくる、政府調達が必要ということは、アメリカの民間企業に対する、えー、提供でも必要になってくる、はい、でそのためにはです、ね、完全に自制といったらいいのかなあの自分たちで作るということが必要になってくる ですね、うんまあそのね、あの作っていくプロセスみたいなものも全部明らかにして、安全だよっていうのを言わないと、認証は取れないということになりますよね。ええええ で加えてです、ね、もし万が一何か問題が起こったときに、はい、その製造メーカーがです、ね、全責任を負うんですよ。あ<ー>だから例えばハッキングにあったとしても、ハッキングした側に損害賠償を求めるんではなくて、はい、認証した企業に対して、その賠償責任を負わせるという、ね、形になっていくものですから、うん、その辺あたりについては、がっちりしたものを作っていかないとということになるんですね。うんそうすると、まあ、生産体制も外 第三国に出すっってていいううよりは日本やアメリカで作るっていう形もちろんそうですね、ええうん、生産工場なんかもね。そうすると、これ、新しい設備投資がもしされるとなると、日本国内でも雇用を生むとか、そういうことの可能性というのも大きいですかそうですね、だから、あのー、そういった意味で言うと、熊本の TSMC の工場であるとか、<ー>北海道の半導体工場であるとか、はい、やはりそういった点で言うと、相当な雇用を生んでいて、むしろ人手不足と。うんはい、でそういったです、ねえー、産業に対して どれだけ、えーまあ、その人手を、ね、出していくことができるのかっていうところが、うんえ、今後の焦点の一つになってくるのかなと思いますね専門知識は必要になりますもんね、ねそうすると、九州なんかはもう、教育にもその影響が出ているというようなね。ね 大学院大学作ったりとか、いろんな形、構成を増やしたりとかあるみたいですね。はい。で、そこにとどまることなくですね、はい。生産管理やなんかは<ー>、これは、あの、かなりオートマティックされてるんで、んそれほど専門知識がなくてもいいんですよ。うん。ですから、例えば、鹿児島のホテル勤務した人が、人が、はい。要するに TSMC に転職したりとかね。へー、はい。そういうケースも起こってきてる。そうすると、今度観光業に対する影響が出てくるっていうのうなね。はい なるほどだからその人材の流動性っていうのをどうやってね確保していくのか っていうところが、一つ非常に悩ましいところとして出てきてるんですね。なるほどね。ねでもそっか、やっぱり TSMC の方行った方が給料が高いんだったらそっちにってい人は当然出てきますもんね。えー、特にあのこのコロナショックでね、はい、あの、就業時間が減ってみたりですね、あるいは、えー、まあ言ってみれば、非正規雇用のね、人たちがですね、結構大きく影響を受けてたためにですね、安定的な職場を求めて、どん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 そっちへ流出していく。で、結果的にコロナ明け、このショック明けでですね、はい、観光客が戻ってきたときに、例えば、 えー、鹿児島で一番、ね、あの有名なホテルで、城山、えー、観光ホテルというのがあるんですが、はいえー、あそこもですね、す、え、べ、ー、ての部屋が開けられなかったという状況があるんですよ。そうなんです人手不足で、そのぐらいに影響出てきているという状況なんですねなるほどね。